今のはマジの心だ。俺は本当ついてるよ。一つに戻る。こんな目に合わせやがって、何を企んでやがる。どうして心臓が止まっているのよ。そう、じゃあエルメスもスタンドを、ディスクのことも僕が預かってる。2枚とも官房に持ち込むと、扉を閉じるんだ。力を貸せ。知ってるよ、力を込めていなかったのは。今日もいい天気ですね。どうしてワニに食べられたかもってのは言わないのかな。あなた方の慈悲の心にお願いしたいのです。希望者はいませんか。いいでしょう、5名もいれば。例のものを、看守さん。また私がはめた親機から、50メートル以上離れても爆発する。うわー、走りかい。私たちはちょっと待ってよ。おい、ここじゃないわね。ああ、やってみたけど、あれ気分悪くなるんだよな。君にはこのディスクがよく似合うだろう。君のだよ。それは他の囚人や看守に見つからないように隠し持たなくちゃならない。映っていたトラクターを探すわ。お嬢様のピクニックかよ。さっぱり捜索してねえな。ワニのがあるぞ。私は別に殴ってないよな。お前が招いた事故だよな。だから早くこの音を止めてくれって頼んでいる。音はただの警告なのよ。ですよね、看守さん。ここで見つかるんなら捜索なんか最初から必要ないって。同じ車体のナンバー4ってあるぞ、あのタイヤの中。おい、嘘だろ。湿地なんか入ったら病気になっちまうぜ。あの所長だよ。出発するとき5人でいいでしょうって言ったんだ。走るのに夢中だったから。でも手錠は全員している。おかしいわ。覚えてる、そいつはエートロ。よくいじめられててね。バイクが50メートル離れた。でもまだそこまで遠くには。あたしのなんかすごく速くなってる。 あそこにいるぞ。看守に近づくんだ。奴のスタンドに看守はやられたんだ。こっちから先にぶっ殺してやる。ちょっと待って、エルメス。ジョリー、下がれ。何かいるぞ。何が。お互い絶対に一人にはなるなよ。ドイツが敵かわからねえんだから。何が。バケツに。いきなり私の顔が。水の中にはすでに無数にいたんだ。水から出ろ。もう追いつけない。このスタンドの策略だった。ジョリー、来るジョリー。自分のことは自分で切り抜ける。体から糸を大量に出していなかったらやられていた。こいつのパワー。小さいスタンドが集まって一つの塊になっている。バケツの中のちょっぴりの水にいて。早いぞ。パワーもだが、こいつの速さは。陸には来ない。やはり襲ってくるのは水の中だけのようだ。ような動きをするんじゃねえぞ。てめえらの中に犯人はいる。犯人。監視をやったのも、今私たちを溺れさせたのも、そいつの仕業だ。こっちだってお前らなんざ覚えてねえぜ。おい、私は最初からいたの知ってるよな。エルメス、さっき敵スタンドを殴った時よろめいたやつがいた。私は絶対最初からいた。犯人はその二人のどっちかだぜ。なぜこいつが犯人だとわかった。いや、実を言うとさっぱり見当もつかないわ。糸のような能力を持っていて、あの状況を切り抜けるとは。スタンド能力はよ、一人一能力。この私の体は。二人から黒いものが集まっていく。畜生。
結局こいつの本体はどこにいるんだ。違うわエルメス。